春ハイウェイは2012年10月2日から読売テレビで放送されている西日本高速道路提供のミニ番組である。本校では2010年6月4日から2013年3月29日まで放送された福岡放送制作文を FBS バージョン、現行の読売テレビ制作文を YouTube バージョンと表記する。両バージョンともに 毎週エリア内の、旬なものや、旬な人を紹介している。各番組の公式サイトでは、過去の放送内容を視聴できる。2010年6月4日、放送開始。2013年3月29日、放送終了。FBS バージョン終了から半年後の2013年9月21日、旬ハイウェイプレミアム西日本 1000km 順を探せ。 と題した特別番組が FBS、長崎国際テレビ、熊本県民テレビ、テレビ大分、テレビ宮崎、鹿児島読売テレビの九州地区六局ネットで放送された。放送時間は10時30分11時25分。レギュラー放送時代と同様にネクスコ西日本の提供で放送されたが CM は PT だった。出演者は原千秋、宮下淳一。 マユズミエリカ、福岡龍まで、この4人が、マユズミ、福岡と、原、宮下の2つのグループに分かれ、マユズミ、福岡は、岡山から、原、宮下は、大分から、関門海峡を目指して合流。途中各地により、その土地ならではのものを紹介していた。ナレーションは、レギュラー放送時代と同様に中島が担当した。2012年10月2日、放送開始。 データ放送を実施、ありがとうございます。